マイバッハといえばこのグリルですね。この辺りの長さが全然違いますので、これなら本当に移動が楽にできますね。電動か、ここもすごい。このように締めることができます。ラブカース TV 川口学です。またもや六本木にあるメルセデスミニに来ておりますけれども、今こちらは閉まった後ということで誰もいないところですが、本日はこちらでございます。メルセデスマイバッハ、しかも2台。まずはこちらの GLS600 フォーマチック、そしてこちらでございます。マイバッハといえばサルーンですよね。メルセデスマイバッハ S680 フォーマチックということで、680という数字がついておりますが、この S680 フォーマチック、こちらを今回は内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあ、こちらがメルセデスマイバッハ S680 フォーマチック、まあ、S680 フォーマチックと言ってもいいと思いますけれども、まず全長、こちらは5469ミリ、そして全幅1921ミリ、さらに全高は1510ミリ、そしてホイールベースですけれども3396ミリということになっております。まあ、メルセデスベンツには S クラスがあって、 S クラスにはロングボディがありますけれども、さらにこのマイバッハはそれよりも180ミリストレッチされているというのが特徴で、180ミリストレッチされているのはこの部分でございます。当然リアの足元ということになりますので、こうして見るともうかなりホイールベース長いのがお分かりになるかと思います。おそらく日本仕様だと表記的には3400ということになるんだと思いますけれども、もう堂々としてますよね。圧巻のもう存在感といえる、そんな佇まいを見せてくれております。ちなみにこちらボディカラーはダイヤモンドホワイトということになります。でまずエクステリアでの違いですけれども、マイバッハといえばこのグリルですね。これ単純に縦に線が入っているだけではなくて、最初が、はい、太くて、これがスッと細くなっているんですね。これがきれいに並べられていて、さらにここにマイバッハのロゴが定まっていて、で当然 S クラス通常モデルでもこのようにボンネットの上に3ポイントスターのマスコットが備わりますけれども、マイバッハの場合はさらにその後ろにこのハイグロスのメッキのラインがシュッと入っているということで、これだけでだいぶ印象が違いますね。そしてヘッドライトはこれ S クラスのものと同じですけれども、やはりこのデジタルライト、見栄えがもう非常にゴージャスな感じで、まあ、機能とですね、そして見た目の美しさ、これを両立しているライトがマイバッハのフェイスの中に入るとこのような感じで、また一味違ったものとして感じられる、そんな印象を受けるものになっております。ちなみにバンパーも専用の形状で、このようにハイグロスのメッキがしっかりと入れられて、いやー、きらびやかですね。そしてさらにフロントの、はい、スポイラーの先端もメッキが入っていて、もうこの光り輝きを見ているだけで思わずこう黙り込んでしまうような、そんな存在感があります。しかもこのグリルの形状自体も S クラスとやっぱり若干違っているものになってますよね。なのでこの縁の部分の、はい、感じもちょっと違っていて、ここもパッと見た時に、あ、なんかちょっと違うぞという雰囲気を醸し出しているということになるわけですね。でボディサイドに回ってきますと、このように、はい、まず特徴的なのはこのウィンドグラフィックを囲むこのモールですね。これがやはりハイグロスのメッキのものになっていて、当然 B ピラーもメッキになっていて、これがずっと後ろまで回っています。さらに C ピラーにマイバッハのエンブレムが備わっているということで、これがね、やっぱり、あ、なんか違うぞと思って C ピラー見ると、あ、やっぱりマイバッハかと思わせるものになっているわけですよね。でさらに他にはですね、この、はい、サイドの本当に控えめですけれども、しっかりと存在感を出して入っているこのメッキパーツ、ここも美しいですね。そしてフェンダーには V12 の
エンブレムが備わっていると。タイヤのホイールですけれども、こちら20インチのディッシュタイプのホイールが備わっていて、ちょっとこうセンターロック風ですけれども、まあ、こう磨かれた感じが非常に美しいホイールになっております。サイズは255-40R20 という20インチサイズ、銘柄はブリヂストンのキュランザ T005 の MOE の S の RFT なのでランフラットですね。ここに、はい、MOE の S と書いてありますので、 SS の承認タイヤのサイレントバージョンということになるわけですね。あ、でもこの辺りも遮音材が違うものが使われているのがちょっと分かりますね。見た目でちょっと違うのが分かります。このような感じで、はい、あ、すごいすごい、全然違う遮音材が入っております。フロントにも同じように入ってますね。でさらにリア見ていきますと、このドアの大きさですよね。かなりやはり大きなドアになっているのが特徴で、こうして見るとフロントのドアとほとんど同じか、それよりちょっと長いぐらいのサイズになっているのがよくわかるかと思います。のような感じで、もうボディ後半の長さが非常に印象的な、そんな見栄えとなっております。そしてリアに回り込んできますと、このような感じで、まあ、通常の S クラスと同じリアの見た目ではありますけれども、やはりこの辺りの長さが全然違いますので、キャットウォークラインがすごくこう目立ってますよね。通常の S だとここまで長くないので、このドアのですね部分のキャットウォークラインもっと短くなるわけですけれども、それがずっとこう続いて長くつながっているので見え方が全然異なりますね。でさらに、はい、トランクの右側に680のエンブレムが備わるということで、これはちょっと細い車体になっているのが特徴ですよね。そして逆サイドには、はい、マイバッハのロゴが入っていてということで、このテールレンズ自体は S クラスのものと同じで、こうピラーがですね3列にわたって立っていて、このように非常に美しいものになっているわけですけれども、実際に点灯するときはですね、強弱もつきますし、ロックをするとスル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 っとですね、こうアニメーションのように動いていくような、そんな機能も持っていますね。さらに下回り見ていきますと、はい、こちらでございます。マフラーはカッターがあって、中にさらに1本仕切りが切ってあって、そこにもメッキのパーツが入っているのが特徴ですね。しかも、はい、こちらも置くことができますが、置くことができますが、こちらはダミーではありません。見えるかな、奥にちゃんとマフラーがあるのが見えるかと思います。そしてマフラーとマフラーの間をこのようにメッキのパーツが走っているという感じですし、この部分にもさりげなくメッキが入ってますし、さらにこのリアの最後の部分にもメッキが入っているという感じで、本当に違いはわずかですけれども、存在感が全く違う、そんな見た目を作り上げているのが特徴ということになるわけですね。いやー、それにしてもこれが世界の超高級モデルという、そんなですね一台でございます。まあこうして GLS と並んでいるのを見ると、まさに圧巻といえる、そんな存在感の2台でございます。こんな感じでエクステリア、堂々たるものが実現されているということでございます。ちなみに、はい、見ていきますと、価格は、はい、3201万円ということになります。これが車両価格。さらにこちらはドライバーズパッケージ、ファーストクラスパッケージ、ブルメスターのハイウェンド 4D サラウンドシステム、ブラックインテリアトリム、そしてダイヤモンドホワイトのペタリックペイントなどなどが入って、オプション合計価格300万2000円ですね。ですので合計すると3500、1万2000円ということになります。そんな1台でございます。ではエンジンをチェックしようと思いますけれども、エンジンのスペックはこちらでございます。はい、ではエンジンを開けてみたいと思います。じゃん、いやー久しぶりに見ました、 V12、はい、こちらでございます。そして先端にマイバッハのマークが入っているということで、まあ、AMG だとここに AMG のワンマンワンエンジンで作った人のサインが入っているということになるわけですね。こちらの M279M と呼ばれるエンジンですけれども、排気量は 5980cc、 6リッターということになるわけですね。で SOHC の V12 ターボということになるわけです。こちらですね、最高出力は612馬力、
これを5250回転から5500回転の間で発生して、さらに最大トルク900ニュートン、これを2000回転から4000回転の間で発生するということになります。そしてそれを急速の AT ですね、これ 9G トロニック、これを介して4輪を駆動するフォーマチックということになるわけですけれども、 GLS の600、あちらは4リッターの V8 ツインターボかつ ISG が備わっていたということになるわけですね。に対してこちらは V12 になるので、こちらは 48V のマイルドハイブリッドである ISG がつかないということになります。ですのであちらの GLS の場合は 48V を使って E-Active Body Controlを駆動させてたんですけれども、こちらはそれがないということですので、通常のエアサスを備えているということになります。なのでこのマイバッハ S クラスで E-Active Body Controlを使うのであれば、 V8 の48V マイルドハイブリッドを備えたモデルになるということですね。エンジンルームは、まあ、通常の S クラスのエンジンルームの中にやっぱり V12 がねちゃんと入るだけのスペースは確保されていますよというのが、こうしてみるとお分かりになるかと思います。この V12 もですね、マイバッハにしかもう乗せないというふうにメッセージは言ってますけれども、まあ、今後考えるとなかなか見ることのできない非常に貴重なエンジンということになるわけですね。ちなみにキャッチは2つ、こちらに備わっていて、でロックはこことここなんですけれども、メッセージも最近エンジンルームの開けるときにですね、レバーを2回引くとそのまま開くというシステムになっています。さあではインテリアをチェックしたいと思います。まず見たことないですねこれ、はい、こちらにアーバンガードプロテクテッドってありますけれども、これ多分盗難防止装置がついてるっていうことなんですかね。誰か知ってる人コメント欄に書いていただければと思います。で開けます。うわーすげえなー、まあ、S クラスで見慣れてるとはいえ、なんかマイバッハになるとまたちょっと違いますよね。このフルのナッパレザーのインテリアがしつらえられていて、この辺りのキーティングの感じもちょっと違ってますし、でこのちょっとカーボンみたいなパネルが高そうだな。しかもこのアンビエントライドもここで色がすでに違うっていうね、こうシューって動いてるの見えました今、この光が動いてくるというアニメーションになっております。当然下までフルレザーでポリブルメスターのスピーカーが入っていて、ここにも入っていて、かそしてあやっぱりペダルはちょっと汚れてますけれども、マイバッハペダルがついております。で開けるとこのようにマイバッハのロゴが出ていると。でこちらのシートとかそういったところは、まあ、S クラスでも見ているものと近いかなというところでしょうね。まあ、この辺りやっぱりキルティングになっていて、当然ベンチレーターもシートヒーターも当たり前のように備わってます。でこのふかふかもマイバッハのロゴがしっかりと入っております。でハンドルですけれども、こちらも、はい、マイバッハのロゴが入っていると。乗り込むとマイバッハのこのロゴが、はい、モノグラムで表示されているというところですね。まあ、ここもともと静かだけど閉めるとさらに静かになります。このような感じでもう助手席は完全にショーファーモードで前に倒れてますね。そしてリアの空間が後でいきますけれども、このように広がっております。でこの辺りの作りはもうほぼ S クラスと同じということですね。ただこのマテリアルが違っているので非常に豪華な感じがしますね。アクセサリー用にしましょうか。はい、そうするとこのような感じでマイバッハ専用のメダパネルもちゃんと用意されているというところで、ここにマイバッハのマークありますし、ここにもロゴが入ってますし、モノグラムがバーって入ってますし、この枠とかこういった色も全部違いますね、はい、専用のグラフィックになっております。そしてモード切り替え触ると、はい、こちらがマイバッハモードということでございます。リアに座られる方をですね快適に移動させるためのモードになっているということですね、はい、この辺りの作りは通常の S クラスと同じということになります。 USB もねちゃんとついてますね。こちらにも USB がついてますね。さらにここに置くだけ充電もあります。このように、はい、カップホルダーも備わっています。で鍵ですけれども、はい、鍵はあここにマイバッハって書いてあるんだ。ここに書いてあるのが違いですね。あとは S クラスと同じということですね。ちなみにミラーはこのようにフレームレスになっていて、これも通常の S クラスと同じですし、この辺りの作り込みも一緒ですね。スピーカーがあって、周りにアンビエントライトがあって、フローティングになっていると。
天井まで全てデラミカなのかな、これは貼ってあって、ね、はい、このような感じで、あ、これね、白くないちゃんとちょっとオレンジっぽい感じの LED になっているというところでございます。まあ運転手用ですけどね。ちなみにグローブボックス開けると、あ、ここもレザー貼ってあるわ。はい、開けるとパフュームアトマイザーがここに、はい、備わっているということで、あとは ETC ですね、はい、あ、これはメイドインチャーマリーの使用書が入ってましたという感じで、はい、川口運転手が座るとこのような感じになって、これでですね、皆様をお運びしたいと思います。はい、今回リアドアですね、このように閉めることができます。乗った状態で、はい、やばくないですか、ジェスチャーで開け閉めできるということでございます。ちなみに開けるときはですね、これを押すとこのように、はい、ボタンでも開けることができるということで、普通に、まあ、このノブで開閉するのももちろんですけれども、ジェスチャーかつこの天井のスイッチでも開閉が可能ということになるわけですね、はい、すごい。ではリアシートは当然助手席側から行ってみたいと思います。うわー、すごい、もう開けたところがすごいですもん。ご覧になってください、このアンビエントライトとこのパネルとレザーと、すごい共演だ。うわ、作り込まれてるな。こういったところにもシルバーのパーツが入って、その下にアンビエントライト入って、ここにアンビエントライト入って、さらにスピーカー周りにアンビエントライト入って、アンビエントライト祭りですね。さらにリアはここにも、フロントと同じように下の部分にもスピーカーあって、ここのミドルにもあって、この辺りスイッチ類は通常の S クラスと同じということで、ちょっとキルティングの方の大きいキルティングなのがマイバッハの多分専用なんでしょうね。そしてリアシートを覗き込みますと、ちょっと黒内装なんでよく見えないかもしれないですけれども、このような感じになっております。いやー、広い。そしてここが180ミリ広がった足元ということですね。で、乗り込むとフロントシートの背もたれがすごいですよ。このパネルが入ってて、マイバッハのロゴ入っていて、ここもパネルなんですね。はあ、さらにこの周りにアンビエントライト入ってて、いやー、これはすごい作りだわ。このような感じになっております。うわー、エロー。アンビエントライトはしかも後ろにまでずっと回って、はい、このように回り込んでるわけですね。乗員を囲むようにアンビエントライトが走っているということになります。またやりますけれども、ここにボタンがあるので、これで引けば閉まるし、押せばドアが開くという、そんなロジックがあるわけですけれども、ジェスチャーで、わお、すごい。うわ、そしたらちゃんとモニターがこっちに整体するように動き出して、はは、ちょっと今自分で手で操作してしまいましたけれども、こちらにね、ありますからね、ちゃんと操作するためのタブレットは、これ取り外すと持ち上がって、はい、出てくるということになるわけですね。でもうこれショーファーモードになっているので、助手席が一番前の方に出て行っております。そしてここを見れば、はい、これが完全にリラックスする仕様ですので、押した今状態になっているというところですね。で、さらに、うわー、出てきた。はい、オットマンがここにありまして、なおかつ、あ、まだ行くの？まだ行くんだ。一番前まで行くと、え、相当行くよ、これ。ここまで行くんだ。すごい。完全にここまで来てます。すごいです。助手席がここまで畳まれてしまうという。あ、今ね、これが一番多分リラックスするモードなんですけれども、助手席戻ってきましたね。で、ここに、はい、足置き出てますけれども、ここもふっかふかのやつがついてます。で、残念ながら川口学ぶオットマンに足が届かないっていうですね、事態が発生しております。で、これよりもさっきはさらに奥まで
シートが言っていたということですよね。さあじゃあちょっと試してみましょう。いろいろアンビエントライト、アンビエントライトはマルチカラーになっているのでこれで OK ですね。はい、リアのルームライトもライトモード、あーいろいろ変えられるんだ。はは、読書と作業用ライトっていうのをつけるとこことここがつくわけですね。なるほどなるほど。しかも今こちら側の席のライトをつけてるのでこっちをタッチして、おそらくこれをライトモードを右ですね、右のライトモードで読書灯をつけるとここがつくという方ですね。で作業用のライトというのをここ2番目のやつをポチッとすると、ああここがつくわけですね、両方とも。でさらにこの後ろもつくということですね。でさらに鉱石全体のインテリアライトをつけると、あ光り方が違う、2段階あるんだ。これ今白く光ってますよ。さっきはちょっとオレンジっぽい光だったのに今度は白い光になって、ちなみにラウンジライトっていうのがあるんでラウンジライトにすると、ああちょっとぼんやりした感じのライトになっているというところですね。はあいろいろありますね。しかも鉱石のシート、当然いろいろと調整ができるようになっているのはもう間違いないところ。シートクライメートコントロール、シートベンチレーション、首回りヒーターなんてあるよ。すごいな。首回りヒーターを追加、あこうなるわけですね。さらにリラクゼーションで背中ってやると、はあ、動き始めた動き始めた、あめっちゃリラックス、やばい。この広さは相当やっぱありますね。はい、あリラクゼーション、しかもこれあったかいですよ。あったかくなってくる、いろいろと変わりますね。はい、こっち側のアンビエントライトついてないのは何かあるんですかねこれね、うん、はい、ベンセです。どうぞお話しください。グラスルーフのシェードを開けて、パノラミックスライディングルーフリア電動ブラインドを開きます。すごい、こんなこともできるわけですね。でおそらくここにも多分センサー類入ってるので後ろもジェスチャーが多分この辺りで拾ったりしてるのかなと思われる、はい、そんなところでございます。ちなみにセンターコンソールはこのようにエアコンの吹き出し口があって、その下にエアコンの操作スイッチがあって、もちろん手元で全部できるわけですけれども、でさらにドリンクホルダーがあって、これも当然、はい、これで冷たくできます、こちらで温かくできます、はい、っていう切り替えがあって、そして、はい、おなじみのシャンパンを置くトレイが用意されています。お電動か、ここもすごい、こんなところまで電動化されているということなのですね。うわーすご。ちなみにあここも開いて、あーテーブルがここにあるわけだ。ここに置くだけ充電かなこれはね、多分そうだと思いますけれども、テーブル出して、はい、こうして、はい、このようにテーブルを出してお食事も取ることができます。上には革が貼ってあって、これ自体はアルミのフレームということですね。いやすごいよ、このような感じで忙しい時はテーブルを出すこともできます。あここにもアンビエントライト入ってるし、でこの後ろマイバッハのエンブレムと、このねちょっとカーボン調っぽい感じのパネルがすごいですね。これも後ろまでボードがしっかりと回っていて、両端にブルメスターのスピーカー入ってます。もちろんこの頭の上にもですねスピーカーが入っています。で、こう開けます。はい、開けますと、あこっちも開くんだ。上にシャンパングラス置き場があって、下が冷蔵庫で、でこのようにこちらは何本入るのかな、これはシャンパン2本となんか小さいなこの飲み物も置くスペースが用意されています。すごいな、しかしこんな感じでございます。いやもうここに住みたいぐらいのそんな豪華なディアシートでございます。もうね超リラックスできる、これなら本当に移動が楽にできますね。いやもう本当に
たまらんといった、そんなですねリアシートでございます、はい、でシートは一括で元に、はい、戻すボタンがありますので、ここを押すと通常の座ってるモードでも全然リラックスしてますからね。本当にあオットマン出てこなくてももう全然満足できるぐらいのそんなスペースでございます。おこれで普通に戻ってきた、はい、まあ、これでも普通に広いっていうところですからね、いかに広いかがお分かりになっていただけたかと思います。でここを押すと、はい、このような感じで開けることができます。ちなみに通常のレバーで引くとどうなるか、あ、いかない、やっぱこれだけだと重いので、まあ座って引くのも大変ですから、まあ閉めるときはジェスチャーで、で開けるときはこちらをですね押してあげればこのように楽に開けることができると。まあ大きくて重たいドアなのでこれが便利というところですね。さあそしてラゲッジですけれども、開けますと当然電動のラゲッジになっております。でこちらにサブウーハーが入ってますので、この左右方向はそんなに広くはないですね。ただ右側はかなりえぐってあるようなそんな作りになっております。そしてセンターはこれ冷蔵庫が入ってますので、冷蔵庫スペースがあって、その横までこう通常の S クラスと同じラゲッジがあるということになります。でこの下にはスペアタイヤとかそういったものが備わっているということになるわけですね。はい、というわけでメルセデスマイバッハ S680 フォーマチックチェックしてきましたけれども、 V12 を積んだこれがですね正統派のマイバッハということになるわけですよね。まあ、そもそもやはりマイバッハの名前が世に知らしめられたのはゼッペリン号に搭載された V12 と、そういったところで名前を広げたわけですから、やはりマイバッハには V12 がふさわしいというところですね。いやそれにしてもすんごい一台を堪能させていただきました。本当にこういう車をですね触れるとこの仕事しててよかったなとつくづく思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV ではドライブとしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いいたしましょう。ラブカーズ TV 川口学がマイバッハをお届けしました。